グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は勇まって雑草対策増援工事石張動画施工令。広いお庭ですね。どうやって問い合わせ来たんですか？雑草対策のうちのホームページをご覧になって奥様からお問い合わせが来たんですよ。あ、そうなんですね。ここに草がいっぱい生えていて、職人の足元とかがもう草だらけで、で困っちゃったっていうご相談をいただいて、で、草が生えないようにするにはもう石張りにしたらどうですかっていうような提案をしたら、それは気に入っていただいたので、もう全面石張りにしちゃおうっていうので、で石をどんどん張ってる最中なんです。この石はもともと平らなんですか？これはですね、山にある時はもうお団子のような状況で、でっかい石の塊なんですけども、岩の塊なんですけども、もともとこの平らな、四角く割れる、そういう平たく割れる性質を持ってる石なんですね。ですから、お庭で使う時もこうやって石張りに使いやすい石なんです。鉄平石っていうんです。鉄平石ですね。平たく割れる石なんですね。そうなんです。ちょうど今この仕上がりの写真なんですが、手前の部分を貼ってました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますので、ホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。